はい、それではお時間になりましたので、ただいまより紹介開始いたします。より便利に効率よくワードプレス次期エディター、グーデンベルグの基本的操作を知って、今日から使い始めよう。このセッションは、哲也今村さんにご登壇いただきます。今村さんは株式会社アニマゲートの代表者としてウェブサイト制作をする傍ら、ご自身で運営する技術ブログや情報発信を、情報発信を活発に行っています。ワードプレス公式ディレクトリーではプラグインやテーマも公開されています。こちらのセッションでは次期メジャーリリースとなるワードプレス 5.0 で導入される新エディターグーテンベルグをもっと詳しく知りたい方向けに、このエディターによって何が変わるのか、何を準備しないといけないのか、最低限準備しなきゃいけないことですね、そういったことをデモを交えながらお話ししていただきます。ではよろしくお願いいたします。拍手お願いします。よろしくお願いします。はい、それではあの始めます。このセッションの対象となる方っていうのは、今ご説明あった通り、これからグーテンベルグを使ってみたいという方、とか、あと正式リリース前に何を準備すればいいのかというのを知りたい方を対象としています。で、これ15分の枠の中でお話をするので、結構駆け足になってしまうんですけど、後でこのスライドは公開します。で、この発表の様子も後ほどなんか動画で公開されるようなので、振り返りなどの資料としてご活用いただければなと思います。はい、で、あとこのスライドの撮影ももちろん OK なのでバンバンしてください。で、もし撮影いただけるようでしたら、ついでにハッシュタグ今ある表示されていると思うんですけど、それをつけて感想などをツイートとかしていただけるととても嬉しいです。僕は後で追いかけます。はい、というわけでよろしくお願いします。はい、で、早速ですけども自己紹介から始めます。真ん中に今スクリーンに表示されているようなのが僕こんなアイコンでちょっとやっています。で、名前は今村哲也って言うんですけど、坊や今村っていうのでやってます。で、出身は富山県で、今東京都の十条に住んでいます。僕の略歴をちょっと簡単にご紹介します。2006年から、ワードプレスを触り始めて、で、ワードプレスのこと分かんないなとか思いながら、技術ブログのワードプレスで立ち上げたのが2008年。そこから、ブログで技術情報を発信していくうちに、だんだんお仕事をいただく、ブログ経由でお仕事をいただく機会が増えまして、で、2010年に独立をしました。で、その後、2016年に法人化して現在に至ります。で、僕がやってることっていうのは、ちょっといろいろ書いてるんですけど、ウェブサイトの制作とかサービスの運営とかもやってますし、ワードプレスのような CMS の構築、あと EC サイトの構築などもやってます。で、あと意外と思われるかもしれないですけど、一応デザインとかもやってます。名刺とかロゴとかも制作してます。さっきのロゴとかもね、僕が作りました。で、名刺も僕作ってるんで、はい。で、あとは、ウェブ制作会社への技術指導みたいなのこともやってまして、ウェブ制作、これからウェブ制作をして、仕事としたいなっていう方とかに技術を教えてたりもしていますと。で、ワードプレス歴が結構長いので、いろんな案件やったりもするんですけど、ワードプレスを使ってかなり難易度が高い制作もやってますという流れもありつつ、なるべくコードを書かずにメンテナンスコストを抑えるワードプレスの構築もやってますと。というわけで、何か困ったらご相談ください。はい、で、ワードプレスに関する活動っていうのをちょっとピックアップしますと、ワードプレスの公式プラグインっていうのニューポストキャッチっていうのがあるんですけど、それを2012年にリリースして今も配布中です。で、テーマは、ワードプレスの公式テーマで儀式ってやつを2017年の、末12月ぐらいに公開、登録しましたと。で、そんな活動をしているとですね、ワードプレスの全国でその開催されているそのワードベンチっていうイベントがあるんですけど、それの神戸などでテーマについてお話しさせていただいたり、去年のワードキャンプ東京とか、今年の6月に開催されたワードキャンプ大阪などでもお話しさせていただく機会をいただいてます。それで現在に至ります。はい、今日の発表ですね。はい、で、そんなネットでの活動をしながらも、執筆活動の機会をいただきましてですね、現場のための SWIFT4 っていうのを今年の5月に協調ですけど執筆して出版しましたと。で、これワードプレスに関する情報も載ってましてですね、ワードプレス REST API を使った iOS アプリの開発ができますと。もし気になる方は近くの大型書店とか Amazon などでチェックしてください。はい、というわけで自己紹介はこれくらいにしてですね、セッションの流れについて簡単にご紹介します。まずグーテンベルグの概要についてと、あとグーテンベルグで何が変わるのかという話と、あと操作デモの方をちょっと見てもらうのと、最後に正式リリース前に最低限準備するものは何かということをご紹介したいと思います。
はい、じゃあいきますね。グーテンベルグの概要、まずお話します、はい、グーテンベルグとは何かということなんですけど、まあ、あのグーテンベルグの名前の由来とかはとりあえずあのまた個別でお調べいただくとして、あの一番知っていただきたいのはワードプレス 5.0 より実装される新しい名前だということを覚えていただきたいなと思います。この右側にスクリーンの右側にあるのがロゴマークですね。かっこいいですね。で、今あのワードプレスのバージョンって 4.9.8 が最新だと思うんですけど、グーテンベルグのプラグインを入れることで、まあ、先行して使うことができます。でですね、あの、まあ、逆にですね、逆にっていうのはあれなんですけど、まあ、プラグインを入れなくても実はこの今スクリーンの下側に URL が載ってると思うんですけど、そこの URL にアクセスすると、まあ、プラグインを入れなくてもグーテンベルグをあのお試しすることができます。なので、まあ、ちょっと触ってみたいなって方はあの触ってみてください。はい、じゃあ次いきますね。でこのグーテンベルグっていうのをその新エディターっていうことで、まあ、一体何が変わるのかっていうのをちょっと簡単にお話ししますと、投稿や固定ページの編集画面が変わります。今スクリーンにある左側が旧エディターで右側がグーテンベルグですね、まあ、結構変わってますね、まあ、でも編集が、まあ、入力位置とかはあんま変わってないですけど、まあ、変わってはいます、はい、で次、グーテンベルグでは、旧エディターと違ってあの ブロックっていうものを使ってページを作成することになります。なの でブロックにはさまざまな種類があって、コンテンツに対応したブロックが用意されています。もう少し噛み砕いて説明すると、まあ、例えば今スクリーンのちょっと 右ら辺にあるように、見出しとか画像とかリストといった、まあ、専用のブロックを使って、ページを作成していくことになります。なので旧エディターとはもう作り方はもうまるっきり違うと思っていただいた方がいいと思います。で今お話ししたことっていうのは、まあ、大枠でまとめると、まあ、操作方法が変わるっていうことなんですよね、はい、でただ変わるものもあれば変わらないものもあります。ということで、旧エディターとの共通点をシンプルに言いますと、まあ、本当シンプルですよ、はい、これですね、コンテンツを作成できるということは共通してるんですよ、まあ、コンテンツをページと読み替えてもいいです。まあ、つまりどちらのエディターを使ってもコンテンツが作れるんだっていうことさえ、ね、ページが作れるんだっていうことさえ、まあ、今回のセッションでなんとなくあの感じていただければなとは思っています。はい、というわけでここからは、実際にそのグーテンベルグの操作デモを再生しながら、まあ、画面についていくつか紹介します。はい、まずは、グーテンベルグの特徴の一つでもあるあのブロックの追加方法をご紹介します。ブロックを追加する方法っていうのはあのいくつかありますが、今回はあのプラスアイコンから追加する方法をご紹介します。編集画面の今これスクリーンに出てるのがスクリーン、編集画面なんですけど、そこの入力エリアの、まあ、少し左側にマウスを持っていくと、まあ、プラスアイコンが表示されます。でそこから、追加するブロックを選ぶことができます。あと今表示されている編集画面の左上にもあのプラスアイコンがありますよね、まあ、ちょっとちっちゃいかもしれないですけどね、あります。でどちらでもいいのであのアイコンを押すと追加するブロックを選ぶことができます。というわけでちょっと動画再生してみますね。お、再生になった。はい、ブロック追加、見出しブロック追加、見出しちょっと勢いつけてね、はい、次はこれ左上からプラスボタンを押してね、プラスアイコンを押してね、これ次あのリストを追加してますね、はい、リスト1、リスト2みたいな、はい、はい、こんな感じですね、はい、じゃあ次いきます。で次は、他のブロックへ変換する方法をご紹介します。で今このスクリーンには、3つの、段落のブロックが表示されています。でこの中から一番上のテキスト1っていうブロックがあるんですけど、それを見出しブロックに変換します。じゃあ動画を見てみましょう、はい、動く、テキスト1にフォーカスさせて、変換、見出しに変換、はい、見出しに変換されましたと。でこれまたあの元に戻すこともできますね、まあ、他のブロックにさらに変換することもできますと、まあ、こんなことができます、まあ、これ旧エディターとかでもやっぱりやってましたよね、多分これはすごい使うんだろうなと思います。じゃあ次いきますね。次はブロックにあのフォーカスする方法をご紹介します。通常ですとあの作るページのボリュームが増えるにつれて、ブロックの数も増えると思うんですよ、今のグーテンベルグのその仕組みでいうとね。でなので、たくさんのブログあたくさんのブロックがあると、まあ、今選択しているブロックを見失う場合があります。なのでそんな時はスポットライトモードっていうものを設定すると選択しているブロックを強調させることができます。じゃあ動画を見てみましょう。これ右上にあの詳細メニューがあるんでそこから
スポットライトモードを選択します。すると選択したブロックがこの強調されて表示されるようになりますね、はい、これがスポットライトモードですね。はい、じゃあ次は、エディターを切り替える方法をご紹介します。旧エディターではビジュアルエディターとテキストエディターの2パターンの切り替えができてたんですけど、グーテンベルグでも似たようなことができます。じゃあ動画を見てみましょう。これもね、右上のにメニューがあって、コードエディターっていう切り替えることでテキストエディターっぽいことができる。でビジュアルエディターにも切り替え戻すことができると。ただ今ちょっと見てもらったら分かったと思うんですけど、コードエディターに表示、コードエディターを表示したときに、旧エディターとは違ってなんかちょっとタグ、グーテンベルグ専用のなんかタグみたいなものが追加されていると思います。でこれは多分今までの旧エディターとはちょっと違うので、ここは注意してください。はい、じゃあ次は、ソーシャルメディアの、とか、あと動画の埋め込み方法をご紹介します。動画ではツイッターのツイートを埋め込んでいますので、ちょっと動画見てみましょう。はい、ツイッターのブロックがあるんで選択で、ツイートの URL を埋め込みます。はい、こんな感じで、僕が登壇決まりましたって言った時のツイートですね。はい、こんな感じですね。じゃ次行きます。次はショートコードを入力する方法をご紹介します。ショートコードを使って投稿や固定ページを作っている方は結構いらっしゃると思うんで、動画見てみましょう。はい、こんな感じですね。ショートコードのブロックがあるんで貼り付けると。はい、こんな感じです。で次は結構重要なので、ぜひとも覚えていただきたいです。旧エディターで作った投稿や固定ページをグーテンベルグで編集する場合っていうのは、今スクリーンで表示されているように一つのクラシックブロックの中にまとめられています。見出しだろうがリストだろうが全てひとまとめにされていますので、これをグーテンベルグに変換するために対応するためにブロックへ変換というのをします。ちょっと動画再生しますね。はい、フォーカスさせて、ブロックへ変換、そしたら対応するブロックに変換してくれますと。はい、ちょっと時間がないので、もうちょっと駆け足でいきますね。で最後にショートカットキーを使ったブロックの追加方法をご紹介します。半角スラッシュを入力してブロックの一覧を素早く表示することができます。動画見てみましょう。はい、半角スラッシュ入れて見出しで、また半角スラッシュ入れるとまた候補が出てくるので、そこからリストを、でまた半角スラッシュを入れて、次は引用ですね、引用ブロック、はい、こんな感じですね。はい、というわけで一部のみご紹介したんですけど、どうですかね、他にもこんなことできますかみたいな疑問はあると思うんですけど、とても15分間では紹介しきれない上に、エディターの使い方って様々だと思うので、もし気になるところがあれば実際に触ってみてください。ということで、これまで操作デモを交えてグーテンベルグについて簡単にご紹介しましたが、ワードプレスの 5.0 で正式に実装されたときに、いきなりグーテンベルグで投稿や固定ページを作りましょうとかって言っても多分難しいと思うんですよ。なので、今お試しできるこの期間中に最低限準備しておいた方がいいことをまとめましたのでご紹介します。まずですね、1番、旧エディターとグーテンベルグの両方のエディターを使える状態にしておいた方がいいです。その方法っていうのは、クラシックエディターっていう旧エディターを使い続けられるプラグインがありますので、インストールしましょう。でプラグインをインストールした後に設定画面を開いて、グーテンベルグエディターをデフォルトで使い、旧エディターへのプラグイン、のリンクを含めるにチェックを入れると、投稿や固定ページを新規作成するときにどちらも選ぶことができます。で過去に作成した投稿や固定ページもエディターで編集することが、どちらのエディターでも編集することができます。ということで、どちらも使える状態にしておけば、正式リリース前までに、グーテンベルグの操作や対応に間に合わなかったとしても、旧エディターを使い続けることができると思います。ただどちらも使える状態にはなってるんですけど、いずれは、グーテンベルグのみ使う方法を目指した方がいいと思います。いくつか理由はあるんですけど、代表的なのを一つ挙げると、旧エディターよりも断然グーテンベルグの方が便利で早く記事を作成することができます。僕はグーテンベルグは今ほぼメインで使っています。はい、というわけで、もう一つ、で両方のエディターを使えるようにした後っていうのは、新しい環境になれるという意味で、実際にグーテンベルグを使って投稿や固定ページを作ったり編集などをして、操作になれることをお勧めします。つまり実際に触ってみようということですよね。
まあ、これはいきなり本番環境でやるよりはテスト環境を作ってそこで操作した方がいいです。はい、じゃあそれでもう一ついきますね。でですね、先ほどデモ動画でもご紹介したんですけど、グーテンベルグを操作する中で旧エディターで作った投稿や固定ページを編集する必要性も出てきます。そんな時はグーテンベルグに対応するためブロックへ変換する作業をしてみた方がいいです。でブロックへ変換すると旧エディターで作ったページが対応するブロックにちゃんと変換されているかどうか実際に確かめてみることをお勧めします。で大体は対応できるんですけど、まあ、ページの作り方によっては一部のコードが消えてしまう場合もあります。でですね、ブロックへ変換するとコードが消えてしまったり、旧エディターで使ってた機能が使えないという場合もあるかもしれないんですよね。でそんな時はカスタム HTML ブロックを使って旧エディターで作られたコードを維持しておきましょう。でこのコードを維持する方法っていうのは僕最近 YouTube チャンネルを始めたんですけど、まあ、そこで操作方法を公開してますんでそちらをご参考ください。というわけで、今は正式リリース前ということで、まあ、リリースに向けて、まあ、随時機能の追加や修正などのアップデートが行われています。でもしグーテンベルグを使ってわからないことがあれば、まあ、プラグインのサポートフォーラムなどで同じ疑問を持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないのでそこで確認してみましょう。でまた操作中に意図しない動作などを発見した場合はフィードバックを送るのもいいと思います。そんなグーテンベルグなんですけど、まあ、ワードプレス 5.0 で正式に実装される今の間こそ、準備期間として操作になれるため使い始める時ではないかなと僕は思っています。でもしこの発表を聞いた上で、まあ、ちょっと触ってみようかなとか今日から準備始めようかなとか少しでも感じていただけますと嬉しいです。というわけで僕のメインの発表終わりですなんですけど、ここからちょっと主な活動をちょっとご紹介させていただきたいと思います。僕はですねワードプレスの公式テーマの儀式っていうのを公開します。まあ、冒頭でもちょっとお話しましたね。でこれグーテンベルグも一部対応してますんで、無料で公式、テーマダウンロードできますんでぜひ試してみてください。でですねワードプレステーマの専用のプラグインで儀式専用のプラグインっていうのがあるんですけど、拡張プラグインっていうものも提供してますんで、ぜひこちらも使ってみてください。であとですね、儀式テーマの拡張プラグインっていうのが一応優勝なんですけど、最近、9月10日よりアフィリエイトプログラムっていうのを開始しまして、アフィリエイトプログラムは簡単にご説明するとお持ちのウェブサイトを介して、拡張プラグインの販売が成立すると紹介料が受け取れる仕組みです。でこれ詳しくは僕のサポート専用サイトのサポートピアっていうサイトか、まあ、今日話しかけていただければちょっと詳しくご紹介したいと思います。というわけで、もし僕の活動とか今こうやってお話しした内容とかねワードプレスに関する情報っていうのは、Twitter とか YouTube で、発信してますので、ぜひともフォローとチャンネル登録よろしくお願いします。で先ほども申し上げましたけども YouTube チャンネル最近7月末とかに作り始めて、まあ、ちょこちょこ動画上げてるんで、まあ、今そっちをちょっとメインにやってます。というわけでですね、この YouTube チャンネルを利用して、ワードキャンプ東京今日の発表ですね、まあ、今日のこのワードキャンプ東京の、登壇した後と、まあ、この後ずっと参加をするんですけど、まあ、その後の感想などを、明日の15時からライブ配信しますんで、もしよければ配信中、チャットなどでご参加いただければなと思います。というわけで続きは懇親会でよろしくお願いします。はい、以上で発表終わります。ありがとうございました。はい、今村さんありがとうございました。